有田駅。有田駅は、佐賀県西松浦郡有田町本町平にある、九州旅客鉄道、JR 九州、日本貨物鉄道、JR 貨物、松浦鉄道の駅である。当時期で、全国的に名前を知られる有田町の代表駅で、全列車が停車する。JR 九州の佐世保線と、松浦鉄道の西九州線の2路線が乗り入れており、 西九州線は当駅が起点である。かつては西九州線も松浦線の名称で国鉄 JR 九州が経営していたため旅客駅は国鉄 JR 九州の単独使用であったが、1988年に松浦線が松浦鉄道に移管され、当駅は JR 九州と松浦鉄道の共同使用駅なった。佐世保線の駅としては、 佐賀県西西端で、当駅と隣の三河地駅の間にある、西有田信号場から少し、三河地駅寄りに行ったところに、佐賀、長崎の県境がある。佐世保線と西九州線の直通運転は、両線の終点である佐世保駅をまたぐ形で行われており、当駅をまたぐ直通運転は、松浦鉄道の開業以来定期列車では行われたことがない。なお、 国鉄時代には1966年から1967年まで、博多駅佐世保駅間を、築地区線、東駅経由で運行する急行、からの設定があり、東駅でスイッチバックをしていた。なお東駅を発着する西九州線の列車はすべて、伊万里駅で折り返すため、東山台駅園に向かうには、伊万里駅で乗り換える必要がある。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。1.2番線を JR が、3番線を松浦鉄道が使用している。互いのホームは古線橋で連絡している。2011年3月より1番線、2.3番線ホーム、それぞれでエレベーターの共用が開始された。エスカレーターと自動改札機の設置はない。 また、2.3番線ホームには、有田の三江門、柿江門、今江門、玄江門による3枚の有田焼の当班が飾られている。2014年3月15日のダイヤ改正より、7つ母シーン九州、一泊二日コースあたり駅に運転停車するようになったため、7つ母シーン九州の停車時間、毎週土曜の19時32分から30分間に合わせて、 三江門の当班がライトアップされるほか、一番線ホームには白字の明かりが設置された。なお、2015年3月14日のダイヤ改正からは当駅は7つ母子院九州の正式な停車駅となっており、毎週土曜の13時7分に13時17分発、乗客は当駅到着後、有田町内を散策するなどしてから、専用バスで佐世保駅に向かうか、 そのまま列車に乗り続けて、車内でティータイムを過ごすかのどちらかを選択できる。共用の改札口を挟んで、JR 九州と松浦鉄道の駅が別々に設けられている。JR 駅は、JR 九州鉄道営業が業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口、マルス、自動券売機が設置されている。2.3番線ホームにも、自動券売機が設置され、 JR 券を販売している。松浦鉄道の駅は、松浦鉄道の直営駅で、自動券売機を備えている。かつては、駅構内に観光案内所、キオスクが設けられていたが、観光案内所は2016年10月1日に駅、近くにオープンした、キルの有田内に移転、キオスクは2017年3月31日、限りで廃止された後、現在はキオスクがあったスペースに、 有りた名品館が営業を開始して駅弁などを販売している。駅の営業時間は JR が7時21時、松浦鉄道が9時18時である。JR の普通列車の大半と松浦鉄道の全列車はワンマン運転を行っているが、JR の列車は駅の営業時間内は駅での生産、営業時間外は車内生産となる。 松浦鉄道の列車は終日車内生産で乗車の際には整理券を取り下車の際には運転士から生産証明書を受け取り改札口で駅員に渡す。また松浦鉄道では長崎スマートカードの利用が可能であるが駅構内には対応機器がないためカードを駅員に見せた後で車内で生産することになる。なお JR 松浦鉄道とも 営業時間外でも券売機は使用可能である。有田オフレイルステーション略称有田オースは JR 貨物有田駅に属し駅構内北側にあるコンテナ周廃基地である。コンテナ貨物12フィートコンテナのみを取り扱っており2014年3月改正時点では貨物列車代替のトラック便が有田オースと鍋島駅との間で1日17点を往復。 当駅発が17本運行されている。1996年、平成8年3月まで JR 貨物有田駅は貨物列車の発着があったが廃止され自動車代行駅となった。なお、2006年、平成18年4月よりコンテナ基地の名称がオフレールステーションとっている。2007年の有田東基地に合わせて同年の4月より 駅弁の販売が開始された。有田駅前に店を構えている、はじめギャラリー太田、本店は、有田町内の別の場所にあるが製造する、有田焼きカレーがきで、2008年5月2日の、ランキンの楽園、毎日放送の中で放送された、ギャルソネが食べまくって決める全国47、都道府県劇馬駅弁ランキンで1位に選ばれるなど、テレビの全国放送で賞されることも多い。 九州の駅弁ランキングでは、第7回大会、2010年度は、初エントリーで優勝。その後も、第8回は2位、第9回は3位と上位の常連となっている。有田東北式館中は、有田駅、上有田駅を、約11万人が利用し、臨時列車も多く増発されている。日常の利用では、普通列車は上記にもある通り当たり駅は、県境の駅であるため、 乗客の入れ替わりが多い。特急列車は、佐賀駅や博多駅へ向かう客が多いが、当駅から佐世保駅、ハウステンボス駅までの自由席特急券が共に300円のため、佐世保、ハウステンボス方面の特急を利用する客も少数ながら見られる。なお、当駅発着の2枚切符、4枚切符は設定されていないので、利用の際には、 佐世保駅発着の切符を窓口で買うことになる。ただし、福岡市内佐世保の2枚切符、4枚切符の購入のみは自動券売機で可能。駅前には多くの商店が並ぶ。佐世保方面、東西線、南北線、東方線、西方線、南方線。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。